大人の階段。はい、皆さんこんばんは。今日も始まりました大人の階段第9回かな。珍しくね、お二人ゲストをお呼びしまして放送していきますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあまず私たちから自己紹介しましょうか。そうしましょう。はい、じゃあね、いつもトップバッターなんですけれども、はい、豆爆弾こと鈴原希奈です。よろしくお願いします。そしてじゅんじゅんこと藤山じゅんじゅんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そして、本日ゲストに来ていただいたのが、まずこちらの王子様ですね。はい、白馬の王子様。柳田清隆さんです。よろしくお願いします。はい、そしてこちらのチャイナドレスの女性が吉永あさみちゃんです。よろしくお願いします。というわけで今日はこの4人で1時間お送りしていきたいと思います。よろしくお願いしまーす。ね、4人って珍しいよね。ね、珍しい。私4人、今日ね、2人ゲストに来てもらうってことで張り切って、なんとコスプレの日にしようって言って無理やりみんなに衣装を着せた次第でございます。そう、今日着せられました。そうですね、ジュンジュンさん割とノーマルな感じでね、うん、ちょっとね、うん、あの納得いってないらしいんですけど。納得いってないの。なんかさ、こう中途半端か、こう君らはさ、キャラ立ちしてるじゃん、うん、私なんかわかんないじゃん、理科の先生なのか、うん、お医者さんなのか、うん、今決めちゃえばいい。そう、自分が決めたらいいんだよ、うん、どっちじゃあね、うん、じゃあね、うん、ね、謎の女医。え、女医謎の女医。何かがわからないみたいな、うん、専門が何かわかんない。あ、まあ医者、うん、出身できない。太田さん、ゴルトハンド。ゴルトハンドって言われた。ゴルトハンドを持つ医者。はい、彼の手、はい、はい、なるほど。何でも直します。薬局のお姉さん。なんで薬局っていうかさ、なんかさ、なんか薬局保健所の人ってひどいやん。保健所の人ってさ、私会った、会ったことないんだけどさ、私も保健所の人って、広いよね、なんか仕事がいろいろあるからね。まあそうね、まあいいんじゃない、すごい。だってじゃあ保健所の人で行こうかな、今日。うんうん、いいじゃない。うん、じゃあそうしよう。保健所の人で、まああのね、あさみんはこんな感じでね、チャイナでまとめていただいて、はいはい、私が無理やり着せたんですけどもね、ちょっとね、スカートが短すぎて、ちょっと見えかけたら皆さん、挙手お願いします。ね、はい。そしてまあね、王子様第2号に来ていただいたんですけれども、私がこれ手作りしたんですけれども、まあまあひどい出来上がりですよ。最初ね、戦国マサラのね、伊達政宗っていうことで作り始めたんですが、まず布の色が違う。そしてなんかね、甲冑も兜もなんていうのか、目の嘘を何体も何一つないっていうね。そしてなんかどっかの国の王子様みたいな感じの衣装になってしまいましたけど。これ昨日作ったって言ってた。そう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 、作ったって言ってた。1日で、いや2日ぐらい。え、これ布を買ってきて、この金色の色つけて、切って貼って縫って、ホチキスで留めて。どうやって切ったの？どうやって切ったっていうか、なんかフリーハンド。フリーハンド、フリーハンド、フリーハンド、ジョキジョキ、うん、ジョキジョキ、測りもせず、すごい。フリーハンドすごいよね。測りもせずね、うちにあった古いミシンがあったんで、ミシン使えばね、半日で終わるやって思ってたんだけど、なんとミシン故障して全部手縫いで縫って。すごい。あ、きついそれ。あ、すごい、うちのカモンは伊達家と同じって。え、すごい。すごいね。なんでなんでなんで、子孫子孫。え、すごいすごい。伊達家の家紋ってどんな？え、伊達家の家紋わかんない。すごいって言ったけど、わかってない。わかんない、どんなやつなんだろう。え、ちょっと後で調べよう。はい、そうね、ね、はい、というわけで、大佐さんにスズメ。あー、はいはいはい、なんとなく、あー、なんとなくわかるね、有名だもんね。なるほど、すげえ。そっか、すごいね。すごい。というわけで、そんな感じで、はい、今日はコスプレで1時間お送りしたいと思うんですけれども、今日まずじゃあね、最初のコーナー、最近いつもやってるコーナーですね、こちらからいきます。おい、じゃじゃーん。はい、ゲストに聞きたい一問一答。イエーイ。というわけで、このコーナーはですね、ゲストさんに初めて来ていただくのでね、いろいろ質問をして、ゲストさんのことをみんなに知ってもらおうというコーナーなんですけれども、ちょっとね、じゃあ私が最初に
質問しますので、はい、ぜひ答えてください。はい。まあ、ちょっと初めてなんだね。前回のゲストのみっちゃんにはね、10個答えてもらったんだけど、今回は5個、6個、6個で、ちょっとライトな感じでね、質問していきたいと思いますので、はい、じゃあ順番にお答えしていってほしいと思います。はい。はい、第1問ですね、はい。はい。自己紹介をそれぞれしていただけますか？はい。じゃあ、こういこうか。じゃあ王子様から王子様王子から政宗から政宗から皆さんはじめまして柳田清隆です。年は32歳、血液型は O 型、東京都大田区生まれ大田区育ちの生粋の大田っ子でございます。大田っ子体操できます。え、大田っ子体操ってどういう、ちょっと待って、はい、あさみはい、その後ではい、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 吉永あさみです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。山口県出身の山口の一番端っこ、本州の一番端っこからやってまいりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、続きまして、はい、お二人のそれぞれ座右の銘を教えてください。はい、座右の銘は、石の上に三年と言うけれども、3年でできることを1年でやる努力を怠ってはならない。お、松下産業の松下幸之助さんの言葉ですね。そうね、有名ですよね。はい、これアサミはパスだったんだよね。はい、続きましてお二人の好きな映画や本を教えてください。はい、スティーブン・セガール主演の沈黙シリーズが大好きです。なんかさっきちらっと聞いたけど、スティーブン・セガールを目指してる。好きな俳優もスティーブン・セガール。はい、次いきますよ。はい、私ミュージカル映画のレントが大好きです。あ、レントね。レント、はい、はい、どんどんいきますよ。はい、はい、お二人の子供の時の夢を教えてください。はい、子供の頃の夢は警察官とホテルマンです。はい、ケーキ屋さんになりたかったです。おー、はい、じゃあこの仕事を始めたきっかけを教えてください。子供の頃からお芝居するのなんとなく好きだったんですけど、まあ、学芸会だったり、まあ、中学の時は演劇部所属してないけども演劇部のちょっと手伝いして出演したりとかしたんですけども、まあ、大学3年の時に進路か役者やるみたいな感じで、まあ、ふわっとなんとなくで、演劇のその研究所に入ったっていうのが始まりですね。おー、私はシャーマンキングです。はい、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 じゃあ最後にお二人の今年の目標を教えてください。そろそろ痩せようと思います。はい、はい、自由。はい、はい、はい、というわけで6個今質問したわけなんですけれども、まあね、一つずつちょっと突っ込んでいこうかなと思います。ジュンジュンさん、なんか気になった項目あります？自由っていうのが難しいなと思った。ジュンジュンさんに影響されて。自由ってどういう感じ？なんか、うん、結構私人に窮屈そうって言われちゃうんですよ。わかるかもしれない。考え方とか、なんか立ち振る舞いとか、だからちょっとそういうのをなんか解放していきたいなって思ってます。自由ね。ジュンジュンさんは自由だからね。自由の王様みたいな、王女様だから。急に言われたくない。ちょうど自由じゃないよ。いや、でもね、これね、自由って思われるけど、私、アサミンと一緒で、根本はすごい神経質だし、真面目だし、あ、神経質だよね。そう、すごく気にする、いろんなこと気にするし、なのに、でも、もう自由で行こうって思った30歳。もう31歳になったけど。自由に神経質になってるっていうのがいい。そう、自由になろうって思って神経質になるよ、今度。それが、まあ、今のマメさんみたいな。でもなんかね、キノピーさん、同じ匂い感じるんですよ。なりそうなんですよ。なる。あのね、自由にとらわれすぎるとね、こうなる。マサミって何型血液型？ AB です。あ、AB なんだ。自由になれるのにね。自由になれない AB 型。木田ちゃんはどう？自由に生きてますか、今。まあそうね。親元も離れ。まあ一人暮らし自由満喫しつつ、好きなもん食って、好きな時間に寝て、だからまあこんな感じになっちゃったかな。なんかこうこれからこう痩せようとするために何かこうしようとか、こうやって痩せようとか、なんか作戦みたいなのありますか？ちょっと聞きたい。まあそうね、とりあえず
痩せたいって毎日思い続けることかな。思い続ける、うん、やっぱまず気持ちから入って、うん、すごいもう痩せ終わった後みたいな状況で痩せ終わったまだこれからなのに、ね、本出版するみたいなだってほらなんかほら書いてあるもん、座右の銘のようにダイエットやろうねって書いてやばっ、ね、最悪のね、うん、3年、3年ダイエット、3年で痩せるところをコンパクトにキュッと1年でね、めっちゃハードじゃないですか、うん、まあ、いけるほらほら、でもみんなと一緒のこと言ってるね、セガールもんで、うん、そう、やっぱセガール、うん、年取るほどでかくなってくるから、そう、うん、セガール目指してるんだったらね、痩せちゃうもんね、そのまんまちょっと筋肉脂肪落としつつ、筋肉もっとつけてね、うん、いこうかな、へえ、筋肉めっちゃ触ってる結構ありますね。だってほら、井田ちゃん知ってる、井田ちゃんはなんとアイスホッケーやってたんだよ。あ、そうだ、そう、あ、そうなの、そう、大学時代のアイスホッケー選手、その当時の写真とかないんですか。今ない、あの、本当に見たかったらツイッターフォローしてくださいそうなんだ、じゃあちょっとツイッターフォローします、うん、そうこう見えて、うん、そう、アイスホッケーもそうなんだけど、スイーツ男子だし、うん、料理自分で自炊するし、うん、なんか結構多彩なんだよ。得意料理は何ですか。得意料理、油淋鶏中華料理、すごい、中華料理、すごい、油淋鶏が中華で一番好きで、そうなんだ、自分で作ろうみたいな、かっこいいね、油淋鶏作れます、男らしいです、うんうん、でも揚げるだけで、うん、いや、揚げるだけとか揚げ物って家でしなくないですか。揚げ物しないで、まず家で揚げ物しようっていうのが料理人だなって思う、もう好きなもん食べるためだったら何でも食べる、なるほどね、油、たとえ油が飛んでも、すごい、好きなスイーツって何ですか。好きなスイーツ、ショートケーキ、かわいい、かわいい、このギャップだね、あとパフェ、好きだよね、パフェ食べてる図が頭に浮かぶね、だってスイーツ食べにディズニー行くんですよね。まあそうね、そう、うん、キャラメルポップコーンとか、うん、一人で全部こうするからね、すごい、あの、こんなの、こんなのバケツね、うん、そう似合う逆にさ、アサミーの方がちょっと男らしいところあるよね、ギダちゃんより女子力ないんですよね。女子力ないっていうか、さっき好きなものな、何って、食べ物何って聞いたらコーヒーって、うん、うん、逆だよねブラックが好きって、おー、大人やわ、砂糖2本、ミルク2個入れるね、いや絶対入れない、絶対入れないディズニー行くんだって、うん、ディズニー行くように見えないんだね。ディズニーは主に家族で行きますえ、年パスとか持ってる年パスは妹が、私、昔ね、これ言ったかな、働いてたことがあって、あ、あの、今はない某アトラクションで、そうなんですよ、働いてたことがあるんですよ、この仕事を始めたきっかけはっていうのが、それぞれ大学生が結構説明していただいて、そう、ね、大学生の時にね、ふわっと、そう、進路と思ってね単位足りてねえしなダメじゃん最終学歴高卒、あ、そっかそっか、大学出てたよ、そっかそっか、中退、中退した、うん、中退って学歴にならないの、な、中退では書いてる、まあまあ、中退書くの、中退って書けるけど、でも中退って書きたくないよね、アサミンのシャーマンキングっていうのは、シャーマンキングっていうのは、漫画なんですけど、それ私が高校生の時にアニメ化しまして、それがもう毎週楽しみでずっと見てて、で、憧れの声優さんがいて、その人を目指そうと思って、その役者の道に入ったんですよ。で、私そういうお芝居とか全然やったことなかったから、高校で部活でミュージカル始めて、そっから、そう、舞台も面白いなって思い始めて、こっちに来ちゃいました。こっちに来ちゃいました。そうなんだ。ジュンジュンさんってこの仕事っていうか、演劇とかそういうの始めたのって、やっぱりあの子供の頃の学芸会がきっかけで、やっぱりなんか芝居ってさ、自分じゃないものになるじゃん、当然のことながら、すごいね、子供の頃本当にね、あの会話ができなかったの、本当に真面目な話、こういう会話が大人たちに話しかけられて、うんとかお腹減ってないとか、それはできるんだけど、本当にね、まあ、自分から喋ることができなかったのね。だけどこう、まあ、学芸会で台本もらって、
あのセリフ言うと、うん、あなんかこの自分じゃない感じがすごい、なんか面白いなって、うん、やっぱ役に入るとすごく喋れるのね、うんうん、でその時やった役がシンデレラのをいじめるお姉さんの役、うん、すごくねあの今風で言うとディスる言葉がわわわわ出てきたので、普段全然喋れないの、ね、え自分の中から勝手に言ってもそう、そう普段全然喋れないのに、その劇に入るとなんかスイッチが働いて、すごいねディスる言葉とか今で言うインプロアドリブがわーって出てきて、え何これ自分じゃなくなってる面白いわと思って、それがきっかけ、面白い。なんかみんな結構さこの世界を目指すっていうか、今もやってる人とかってさ結構さ深いよね。なんか最初に始めたきっかけを聞くと結構みんな深いなって思う、あと意外に子供の頃こう内向的だったとかおとなしかったとか、どちらかというと目立たないとかあまり喋らない人の方が多いなって思う。確かに、特に役者さんって結構口下手とか、なんかそういう人とあんまりコミュニケーション普段は取れないけどやってるみたいな人結構いますよね、多いね。それ舞台上でめっちゃ喋るのに飲み会でこうなんかずっと飲んでる人いますよね。私私飲まないけど、飲まないけど、あの有名な話ね、あのパスタを揚げたカリカリをいつも食べてる人の話題に入れないから隅っこであれを頼んで一人でこうポリポリ時間を稼いでるあれで、すごい嫌な顔してみてたけど、いや俺も隅っこ座ってこうやって言うんだよ。だよねだよねだよね。そうそうそう。でも男の人って結構それがかっこよく見えたりする。なんかワーワー喋るよりもちょっとかっこいいかっこいい。マジで。こんな感じで。マジで。え褒めてないよ。褒めてはいっぱいあるの。嘘嘘嘘嘘。でもほらギダちゃんはさあれだよ、うちらのさ役者仲間の間ではさかっこいいって有名だよね。あ確かに。どういう経緯で知り合ったの？ここら辺。そうまあ何回か共演してるんですけど舞台とかで。おお。もうねうちらの中ではねギダちゃん男前すぎるっていうね、ファンが多い。ここまで伝わってきてない。いつもその話は聞くけども、今その気持ちは伝わってこない。でも手前で落ちてる。いやみんな多分ギダちゃんに行っても高値の花みたいな感じだから誰も行かないんで多分。いや届かないだろう。なんかちょっと気恥ずかしくて本人に言えない。そう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 。だからここでこう話しちゃう。そうそう話しちゃう。女子同士でギダさんかっこいいよってなっちゃう。役者なんだから伝えよ。さっき言ったじゃないですか。口下手な人多い。そう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 。ちくしょう。ねえ。はい、子供の頃の夢はお互いどうですか？ケーキ屋さんと警察官ホテルマン、まあ、警察官はまあなんか子供の夢、一般的なやつ、ホテルマンは親父がホテルマンで、そうなんだ、実は私も元ホテルウーマンてかさ、ジュンジュンさん仕事しすぎじゃない？まあ、職歴はこれだけ長く生きてるといろいろなことをやって、ジュンジュンさんやってない仕事ないんじゃないかなって私は。そんなにでもね、初めて着いたのがそのホテルマンの仕事、初めて仕事したのが、そう、もうフロントとかに立ってお待ち申し上げておりますかっこいい、かっこいい、やったよ。でも私もねホテルとか空港とか英語使って喋る仕事がしたかったの昔、高校生ぐらいまでで、私必死に英語を勉強してたんだけど、なんか高校卒業するぐらいからなんかちょっと違う方向に行ってしまって、その英語の勉強とかはしなくなって今全然喋れないんだけど、そうそう、でもすごいねホテルマンとか憧れる、やっぱかっこいいじゃん、国際的な感じだしさ、もちろんなんかそのねなんか田舎の旅館みたいなところもいいけど、なんかやっぱりねそういうところいいなって思う、かっこいいよね英語使ってさ外国人の方をさ相手したりとかさ、やめてよ特芸会話とかそれダメ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 、それシークレットシークレット、これね私の違う特技じゃないの、特技じゃないんだけど何も書くことがなかったから、なんとなく特芸会話って書いて事務所に出したら今もプロフィールに載ってるっていうね。今から勉強してほら3年かかるところを1年でキュッと習得して、それで本当に特技英会話にする、頑張る、でもその前に英語勉強できて英語喋れるようになったらホテル前になっちゃうかもしれない。えどっち来て、そういらっしゃいます。ほら知ってる姉さん事件ですって、
ドラマ懐かしい。この世代は分かる。分かるよね、分かるよね。あれ、あれボーダーライン、ボーダーライン。あれ知らない、知らない。なんかセリフは聞いたことある。知らないんだ、知らないんだ、怖い。この年齢、年齢さ、そうあれでも元冬樹さんがいつもこうなんかお客様相談室みたいなところで薬を飲もうとするとなんか駆け込んでくるんで、ブハって大きまいで。マジで知らないんだ。わかんない、ごめんなさい。というわけ でね、ジェネレーションギャップを感じたところで、次のコーナー行きましょうか。行きましょう。今日、普通歌募集してたんですけれども、うん、あのなんかメール来てなかったそうなので、勝手に私たちだけで喋っちゃいますけど、いいですかね。あのみんなチャットで入ってきちゃって全然いいの で、私の多分ね、書き方が悪かったんですよ。なんだっけ、あなたしか知らない豆知識を教えてくださいって書いたら、うん、みんなそう送ってくれなかったというか、送れなかったのかわかんないけど、間に合わなかったって。大友さんどうしたって大友さんいつもね、あの送っていただいてるのでね、ちょっと寂しかったんですけど、でも今日来てくれたからね、あの、うん、嫌われてないんだと思って安心しました。出したんだ。出したんだけど間に合わなかったんだ。そっか、あ、そうだったんだ。そっかそっか。あ、本当ですか。じゃあちょっと印刷を待って、あの、はい、今印刷中なので、じゃあそう、お二人のなんか豆知識的なの聞けたらいいかなと思って。はい、くだらないのでいいんですけど。くだらないの。くだらないのでいいです、全然。さっきの大田区の体操、大田っ子体操、大田っ子体操、それすごい今気になって、うん、え、踊れる、ここで踊れる。いや、ガンガン行くよ。ガンガン行くよ。ちょっと待って、ラジオ体操みたいなやつだよ。そうなんだ、うん、へー。それさ、後でさ、動画で上げれる。じゃあ、音源ないが。ツイッターでさ、あの、あ、動画上げるとか、うん、音源あればな。YouTube で上げていい。すっごい気になってる、大田っ子体操。大丈夫かな、著作権とか。どこに帰属してるかもわからないけど。そっか、そっか。なんかチラッと触りだけ。うん。大田っ子体操。なんだろうね。豆知識。豆知識。あれだ。うん。食べ物。うん。食べ物。キノコ。キノコ。冷凍した方が旨味が出る。あ、そうなの。そうらしいよ。ネットで見たんだけど、うん、前に作ってる時に。キノコってさ、私疑問なんだけどさ、うん、あれ生で食べれるの？生はやめた方がいいんじゃないかな。キノコは生では食べちゃいけないの？火通した方がいいんじゃないかな。ってことは冷凍した後、解凍するの一回。まあそうそうそう、まあ、そのまま俺炒めちゃうけど。あ、そっかそっか、そういうことか。そう、 ありがとうございます。あ、大友さん間に合いました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあちょっと早速ね、読んでいきたいと思います。はい、はい。じゅんじゅんさん、まめさん、ゲストさん、スタッフさん、こんばんは。大友です。こんばんは。こんばんは。豆知識、思い浮かばないまま時だけが過ぎて、結局ウェブで拾いました。歩行者用の信号、東西に向かうのがカッコーの鳴き声、南北に向かうのがヒヨコの鳴き声、これは視覚障害者が向かっている場所の目印に使うために採用されたことだそうです。ではまた、というわけで。知ってました？知らなかった。私、言われてみるとあるんで、2種類。そう、うん、そうなんだ。方角で音が違ってたのね。なるほどね。なるほどね。あ、それこそ豆知識じゃん。豆知識も、すごいいいね、こういうの。結構使える。なんかさ、通り合わせとかもない？あ、ある。あれは視覚障害者の方のためじゃなくて、赤、青だよっていうのを示してるだけなのかな。あ、なんか、でも南北東西だから、地域によって違う。でもなんか、通り合わせと麦畑が流れる。あ、うん、あるそれは多分、同じやつじゃないんですかね。あ、南北東西で、じゃあ麦畑が南北とか。そうだよね。地域によって違うのか。でも一般的には多分カッコとヒヨコで多分聞き分けてるんだろうね。なんかさ、あの、最近駅の発車音が結構いろんな曲やってるじゃない。それみたいになんかね、ちょっといろんな曲つけたら面白いかなって思う。どこ向かってるか分かんなくなる。混乱しちゃう。どこいるのみたいな。ちょっと気に入ってて楽しいみたいなね。でも楽しそう、うん。でも私は東京来て一番びっくり、最初にびっくりしたのが恵比寿駅で、本当にあの恵比寿の CM で流れてたあれね、あれね、本当にね、都会の人は聞き慣れてるかもしれないけど、初めて東京来たらすごいびっくりなの。びっくりしました。恵比寿だと思ってね。そう、キングだ。あの、曲が流れるようになって初めて駅降りたら感動したよ。ずっと東京に住んでたんだけれども、
恵比寿、ビール、ビール飲みたいみたいな感じでしたね。あ、蒲田は蒲田郷。あ、そう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 、これも感動しました。これも感動した。蒲田で降りたことない、これわかんない。蒲田地元です。そうだよね。降りなくても、京浜東北線とか電車に乗ってて、で、ドアが閉まる前にチャンダナン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 ってなるよね。なりますね。蒲田寝てるな。え、大体ほら、なんか川崎にさ、稽古でさ、演劇の稽古で行ったりとかする、大体蒲田寝てるね。あと一息なの。そう、あとで、大体蒲田発車したら、もうそろそろ川崎だみたいな。逆に目覚ましみたいになってるんじゃないですか、蒲田行進曲とか。聞いてないけど、起きてる。潜在意識で、あ、この曲がみたいな。なったみたいな。なかもしれないね。そうだね。もう3ヶ月前、3ヶ月前、自分は初めてアメ横に行って、日記、日記の何、日記の歌詞って、日記って何、日記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 の歌詞って、あの CM やってるあのお菓子屋さん、わからない、あのお菓子のディスカウントストア、わかる。ちょっとほらここで、なんかお店自体は行ったことあるし知ってるけど、そんな有名なところだと。そうなんだ。結構テレビとかで、で、フラシとか、フラシとか、へえ、フラシ、へえ、フラシ、あ、フラシで思い出した。私さっきのさコーナーでさ、フラシの絵描こうって言ってたのに忘れてた。ごめん。フラシで思い出した。ちょっと後で描く、後で描く。見て、フラシ。今ふがしですごい思い出した。あれ、なんか忘れてると思って。そういえばそんな話してた。ありましたね。ちょっと後でふがしの絵を描く。後で描く。なんかありますか、なんか豆知識的なの。私ね、一個だけありますよ。このスイーツ好きな男子にぜひ朗報。生クリームに丸々をかけるとアジアンスイーツになるっていうのがあるんですよ。生クリーム、はい、なんか見たな、最近ネットで。もしかしたらあるのかな。私はこれは前、結構香辛料とか調味料的な、そうだね、やつだよね。なんだっけ、ちょっと見て。あのね、これはね、前飲食店で働いた時に偶然間違ってかけちゃったんですよ。で、間違ってかけちゃって、どうなのかなと思って試しに一口食べたらすごい美味しかったんですよ。なんだと思う。七味唐辛子。違う。でもね、系統は合ってる。系統は合ってる。系統は合ってる。広い意味で言うと。え？なんだと思いますか？これ見てる方々もぜひ。山椒？そう、山椒。山椒。生クリームに山椒をかけるとアジアンスイーツの味がするんです。え、具体的に何系みたいな。なんか何系？何系だろう。アジアンスイーツ。アジアンスイーツ。杏仁豆腐とかなんか。ちょっとでもやっぱりほら、山椒がさ辛いから。なんか辛いし香ばしいし、そう、でも生クリームがちょっといい感じに、なんかこう、シナモン美味しそう。あ、そう、シナモンは普通になんかかけると美味しいんですけど、そう、シナモンと間違って、シナモンだったかな、なんでシナモンと山椒一緒に置いてあったんですか。いや、わかんないですよ。なんかいろいろ置いてあって、で、間違って私は山椒かけちゃったんです。それをお客さんに出すわけにいかないから。そう、爽やかだって、ほらほら、ぜひやってみてください、お家で。すごい。あ、でも間違えてさ、かけたら意外と美味しかったっていうのあるよね。私、あのコーラに、あのね、私ある日お店でケンタッキーだったかな、でアイスコーヒーを頼んだのね。で、あのアイスコーヒーだと思って、その時ガムシロップ入れてたから、アイスコーヒー、あ、違うわ、ミルクを入れてたんだね、その時。で、ミルクを入れて、あのアイスコーヒーだと思ってかき混ぜて飲んだら、コーラにミルクだったわけなんだけど、けど炭酸がまろやかになって美味しかった。美味しいですね。たまになんかドリンクバーとかでコーラと牛乳とか、あ、悪いよ、悪いよ、結構ね、合うんだよね。そう、新しいです。いやいや、やってみて、やってみて、やってほんとやってください、あれ美味しいです。でもほら、なんかコーラフロートとかあるからさ、いいじゃない。いける、全然いける、いける、ありか。ありありあり。よし、やろう、今日やろう、今日やってください。ダイエット、あ、ダイエットは明日から。明日から。ダイエット明日からっていう名刺を持ってるから。名刺、お店にあった、肉のお店にあった。ダイエットは明日から。これ超いい名刺だっつって財布に入れて。まだ持ってるんですか。持ってる。ずっと毎日ダイエットは明日から。毎日それで。ずっと始まんないやつ。なんかあります、そういうなんか
あのこれやったら美味しかったとか、テレビでやってたやつの真似だったんですけど、うん、バニラアイスにごま油、あ、なんかよく言うよね、オリーブオイルとかね、うんうんうん、ごま油美味しかったです。あ、そうなんだ、うん、あ、でも美味しそう、うん、うん、なんか想像つくし、うんうん、なんかギダちゃん、とっておきの組み合わせとか、うん、そう、意外な組み合わせ挑戦しない、もう安牌しか攻めない。あ、もう料理する人はそうなのかもね、うん、なんか私みたいにさ、料理なんかするのは好きだけど、なんか適当に作っちゃえみたいな人はそういう現象が起きる。適当カップ焼きそばにコーヒーの粉入れるっていうのがやる。ちょっと香ばしさが出る。あ、そうなんだ。意外に隠し味的に使うとね、美味しいかもしれない。カレーにも入れるもん、うんうん、それはね、私カップ焼きそばに間違ってお湯入れて、うん、そこにソースを入れちゃって流して、あーみたいな、それ悲しかった。あるある、あるある、多分カップ焼きそばあるあるですよ、ね、あるあるなんだ。私すごいお母さんにバカじゃないのって言われたけど結構やったって人聞く。あ、そうなんだ、よかった結構やっちゃうね。へー、というわけで、なんか、はい、今日の、はい、お題が豆知識、はい、私しか知らない豆知識というわけだったんですけれども、なんかなんだろうね、うん、方向がちょっと違う方向に行っちゃったけど、美味しい、美味しい料理だ、モリモリクッキング的になっちゃったけどなったので、あ、まあそんな感じですけれども、お便りありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。というわけで、じゃあ次のコーナー行きましょうか。次のコーナー、はい、最近ジュンジュンさんが力を入れているコーナーなんですけれども、じゃん、答えは私しか知らないとんちの藤子ちゃん、イエーイ。ご説明しますね、はい、ジュンジュンさんのなぞなぞとかのコーナーなんですけれども、とか、はい、とかだよね、とか、な、今のところなぞなぞだけなのか、な、なぞなぞ専門チャンネルだよ。あ、じゃあなぞなぞっていうことなんですけれども、答えがジュンジュンさんしか知らないので、ジュンジュンさんがそれ答えって言ったら正解なんです。うん、ほう、うん、ね、そう、まあ、やればわかります。はい、というわけで、じゃあお願いします、今日の、はい、いく、はい、では、行きますよ。はい、行きますよ、はい、ある道具を使ったら、うん、神様が謝りました、うん、え、何を使ったんでしょう。ある道具を使ったら謝りました。神様が謝りました。神様が、うん、よっしゃ、なんだ、うん、ある、この謎のヒントは、はい、普通に考えちゃダメです。ジュンジュンさんが考えそうなことを考えた方がいいです。マジか、もう未知の世界だ。あ、え、バクさん、バクさん近い、バクさん近い、ヒント、ヒントは英語で、英語でゴッド、え、英語が若干入る。謝る、謝るって何、ソーリー、ソーリー、ある道具を使った、あー、はい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 、オッケー。え、なに、なに、なに、多分これだ。なに、え、わかったぞ。では、ある道具を使ったら神様が謝りました。何を使ったんでしょうか。俺使う、カミソリ。ピンポン、イエーイ、ゴッドの方じゃなかったんですね。カミソーリー、え、今日普通、今日普通だ、普通、カミソーリー、うん、なんかちょっと勢いなくなってきたじゃないの。すごい、すごい。ちなみになんかもう一つあるの。もう一つある、これもね、これもね、さっきね、思い浮かんだ。ほう、飲みに行かないって声かけたら、うん、こういう反応されました。どういうことでしょう。え、早くない？分かったの？え、分かった？ちょっと待って、ちょっと待って、待って、待って、ちょっと問題言うよ、うん、飲みに行かないって言われ、言いましたら、うん、はい、こういう答えでした、はい、さあ、どういうことでしょう。ちょっとさっきと違うんだけど、さっきと違うね。これがベースは一緒、ベースは一緒。なんか椅子がなんかなんだね。椅子、ほら、ジュンジュンワールド来た、椅子、正解、いいっすよ、いいっすよ。だんだん分かってきた。ジュンジュンさんの謎謎分かる人ってあれなんですよ。この前のさ、みっちゃんもそうだけどさ、なんかさ、なんて言うんだろう、演劇とかやってる人って結構あれなんじゃない、ん、コミュニケーション能力が高いからさ、うん、
なぞなぞっていうよりもジュンジュンさんが何考えてるかが分かるんじゃない。まあ、通じ合ったという通じ合ってるんだよね。あと、うん、ダジャレが好きな人だと結構解けるみたいな、うん、ダジャレネタ多い気がする、ジュンジュンさん、うん、多いね、うん、なんかいつも言ってる気がする。いつもいつも稽古場とかでなんか言ってたっけ。なんかちょい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 挟んできません、ダジャレ。うん、まあ存在がほらダジャレのような感じだったからね。どういうこと？だん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 ってことは今は違う。今はほら保健所の職員が、あ、そうかそうか、最初のコンセプト自分が何だかさ、今さ、今女医だっけ、え、違う、自分がね、何者か分からなくなって、理科の先生じゃなくて、女医じゃなくて、うん、保健室の先生じゃなくて、保健所の人だよって、うん、今ね、迷走したキャラクターが、うん、おかえりなさい、うん、帰ってきた、やっと戻ってきた。おかえりなさい。ちなみにもう一問あったりするの今日は。2問しかない。解けなかった。そうなんだ、うん、なんか今日普通だったね、うん、いつもじゃないですか。なんかキレがないね。いつもじゃないですか。稽古場で失敗するとソーリーソーリー神ソーリーとか言ってるのかな。言ってる。あ、言ってる、それ言ってる、言ってる、言ってる。神ソーリーは言ってる、神ソーリー言ってた。神ソーリーなんて言ったっけ私。言ってる、うん、言ってる、言ってる、うん、うん、言ってる。え、言ったっけ、身に覚えがない。魔女の時めっちゃ言ってました。言ってたよ、ソーリーソーリー神ソーリーって、うん、なんかそれ系のことすごい言ってました、うん、でもさ、ギラちゃんもそういう系のこと言わない？あ、言う、言うよね。なんか今パッと思い浮かばないけど、なんか似たような感じだよね。ちょいちょいそういうの、ダジャレ、まあ稽古場とかで、うん、ちょいちょいそういうことを言います。言うよね。ちょいちょい言います、うん、ちょい、なんかボソって挟んでくる感じがする、うん、ギダさんは、うん、別に誰に聞かれなくてもいい、うん、言いたいだけだ、言いたいだけだ、言ってもらうかもしれません。でも結構さ、意外とそういうのってさ拾うんだよね、みんな。結構来る、結構、あ、ツボだ。でも私、ジュンジュンさんのあれが一番好きだよ、3往復じゃない、3往復じゃない、1往復あれなんだっけ、何、あ、違う、3片道3片道、健康のホワイトボードにも書いてあった。説明すると、ジュンジュンさんがね、なんかもうなんかね、行ったり来たりして疲れちゃうよって、3片道だよって言うから、なんか3片道って思ったら、隣にいたもう一人の出演者の人が、それ1往復半って言うんだよって。あ、なるほど、そう、3片道2片道で1往復だ。ジュンジュンさんらしいよね、片道しか戻ってこない。そう、もう行ったきり戻ってこないよね。なんか それぐらいね、すごいね、しんどかった記憶がある、うん、それで三片道、三片道、しんどいよ、三片道。すごいな。そう、私あれが一番好き。今31年生きてきて、一番なんかベストオブ、なんかすごい、そう、ベスト、そう、流行語、マメさんの中で三片道、三片道、なるほど、使ってこう、じゃあちょっとまた使い直す。あんま使いどころがなくなった。三片道、どうやって使うの。そう、あれはね、ほんとずっと壺に入ってた。三半日、三半日、三半日って何、三半日ってことは一日半、一日半。いっぱい使いどころあるよ、使いどころあるよ、うん、15、6年、3半分とか1個半やろうみたいなね。1個半、わからない、わからない、ワールドが炸裂してる今日。まあまあ置いといて、じゃあなんか、そろそろ、まあそろそろ、じゃあ一回、はい、あ、違うんだよ、ちょっと私さ、一番最初に言うの忘れちゃったんですけど、はい、今日から皆さんにね、見てもらっている視聴者の方にね、ゲストさんにあだ名をつけてもらおうっていう企画を立てていって、私は初めて聞いた。そう、私はそれを最初に言おうと思ったんだけど、すっかり忘れてしまいまして、でもまあこんな個性的な2人なので、視聴者の方もしよかったら、あだ名をね、私に豆バッグなんてつけたようにね、つけてあげていただけたらいいなと思って。どうですかね、なんかこれこう言うと、一番その日に印象に残ったことがポンって返ってくるので、例えばなんか、なんだろうね、ダイエットとか、大体操とか、そういうのが返ってくるはずなので、ちょっと番組終了までに皆さんあだ名を考えておいてください。一番ゲストさんが気に入ったやつを持って帰ってもらいますので。
あのそのツイートの名前、ツイッターの名前、それにする。あ、そうですね、ツイッターの名前をしばらくそれにしてもらいます。そう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 、というわけで、お二人ともなんかあのすぐ直近のお知らせはないそうなんですけれども、あの今後ね、いろいろ活動されると思いますので、ツイッターとかね、そうブログとかやってらっしゃったら、うん、ぜひ教えてください、皆さんに。アカウントとかやる。これ早速来て、油淋鶏王子。いいね、かっこいい、かっこいい、めっちゃかっこいい、かっこいい。この王子の字がいいよ。ね、かっこいいね。ツイッターのアカウントそれで。そう、ここであだ名募集すると悲惨なの来る。マジか。結構悲惨なの来るよ。何？何？逆に聞きたい。まあ私が豆爆弾とついたように、ジョンジョンさんもしよかったら書いてください、うん、というわけでですね、あのお二人ともツイッターとかブログは二人ともやってるよね。うん、でもあまり更新してない感じなのかな。諸事情に何その諸事情で、まあ、なんかツイッターが一番メインなのかな。フェイスブックかな、そうですね。あ、私フェイスブック、あ、どうだろう、うん、あ、そうですね。じゃあ、 じゃあここで書いてる間にですね、ジュンジュンさんなんですけれども、はい、よろしいですか。はい、告知があるそうなので、ぜひ。ですね、うん、私がスタッフやっております、うん、ポエトリースラムジャパンという、うん、まあ、詩の朗読の、大会なんですけれども、なんと優勝すると、パリで行われる世界大会に、うん、いけるっていうやつなんですね。それで、それが今度の日曜日3月6日朝日アートスクエアでやります。宣伝動画もありまして、エントリーされた9人のパフォーマーの方の詩がちょろっと見られるすごいかっこいい動画がありますので、はい、ではその動画をご覧ください。心ざすとは何か、今すぐいるところで体現すればそれでいいだろう。なぜ？けどそれ以上に僕の目を引いたのはグミの原材料として使われた数々の粉だった。力を得ることができて、そのために声をかけてくださった方がいらっしゃったので、あ、私はもうこれで名前を言うこと言いました。実は私と妹にはもう一人妹がいたんです。グローバリゼーション的なノーマライズ的構想って、やっぱりそういうのってシュールレアリズムに近いから、そうそう、そういうのってさ、うん、転んですぐ悲しくなるんだ。一生の別れじゃないじゃない。タバコ、フィルムは観光、見上げる都庁、半端な絶望、全力で適当、壊れた iPod、投げるアスファルト、全ては極論。3日前からおしゃれな銀色の店に並んで、店員とのハイタッチに備えてそわそわしている。すごい勢いでひっついた。どこで拾ったの？鉄の瓶。あ、そうなんだ。前にですね、10月の大人の階段第2回のゲストで出ていただいたのりこさん、うん、彼女のやってる月ふる食堂がフードとしてこのイベントに出店します。のり巻きとかね、美味しいおつまみもたくさん作ってますので、それ目当てという方でもどんどんお越しください。公式サイトを詳しくはご覧ください。お待ちしてます。はい、こちらのね、イベントなんですけれども、ジュンジュンさんのツイッターまたは、こちらの左上にあります、私たちの番組の大人の階段公式ツイッターやってますので、そちらの方でもね、お知らせしますので、ぜひぜひフォローお願いいたします。というわけで、はい、まずじゃあゲストの方々から告知というかね、お知らせをしていただきたいと思います。じゃあ行きますか、王子。はい、王子、これはあ、はい、つけちゃう。柳田清隆です。ちょ、ツイッターはこちらのアカウントですね。まあちょっとまだ全然詳細とか出てないんですけども、8月頃にちょっとお芝居をやらせていただくかもしれないです。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そしてあさみの方が、はい、吉永あさみです。ツイッターアカウントこちらです。はい、とお腹すいたとかくだらんことばっかつぶやいてます。お願いします。そうですね。
じゃあ、ジュンジュンさん改めて紹介というか、はい、藤山ジュンジュンです。さっき告知したポエトリースラムジャパンの宣伝とかね、まあ、あとお腹すいたとか書いてますので、うん、ぜひよかったら、あと自分で詩を書いてつぶやいたりとかもしてますので、うん、まあ、暇だったら見てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして私がツイッターがそのままでね、アットマーク鈴原機能でやってますので、ぜひよろしくお願いします。そして、毎回宣伝させていただいてますけれども、去年やっておりました、今やんちゃん学園で頑張ってね活動してます辻村えりなちゃんですね、白玉まんこと辻村えりなちゃんと一緒に番組やってました。こちら白玉豆ぜんざいごゆるりとという番組ですね。1巻2巻ただいま、こちらのね冒険王さんでいつも配信していただいてるんですけれども、そちらの通販の方でお買い求めいただけますので、ぜひよろしくお願いします。はい、というわけで、はい、じゃあやり残したツイッターじゃないや、間違った、なんでツイッターだったんだ、ふなっしー行きましょうか。ふなっしー、これを消していただいて、はい、あ、消しゴム。ペンもらっていいですかね。はい。はい、ペン。もう募集出されちゃった。ご説明すると、ごめんね、私がね、すっかり忘れてしまってたんですけど、吉永あさみちゃんね、はい、最近ハマってること何ですかって聞いたら、ふなっしーの絵を描くことって言ってました。番組前にね。それでみんなでふなっしーの絵を描こうっていう話になったんですけれども、私がね、進行ミスですっかり忘れてしまいまして、今からそのコーナーを復活させたいと思います。はい、ふなっしー、お題ふなっしーで、はい、皆さんじゃあお願いします。全くシルエットも思い浮かばない、うん、なんかさ、ふなっしーとさ、キュー太郎が区別つかなくなってきているけど、キュー太郎だいぶ違うね。お化けのキュー太郎をちょっと足長くしたような、だいぶ違うよ。ふなっしーはさ、結構目がポイントだよね。目がポイント、なんか口どうだったっけ、思い浮かぶんだけど、口なんかちょっと半笑いじゃなかった、半笑いだよね。歯あったっけ。歯ない。頭の中にネバールくんしか出てこないんだよ。わかるなんかさ、オーバーオールみたいの着てて、なんかね、おばきゅうとガチャピンを足して2台割ったのがふなっしーっていう感じなんだけど、ふなっしーってなんか持ってたっけ。持ってなかった。何も持ってない、うん、手あった。手はある。あ、私今回結構うまく描けた。今回結構ふなっしーっぽいよ。毎回なんかすごい絵を描くけど。平成生まれがおばきゅう知らんて。へー、え、おばきゅう知らないんだ。おばきゅうって平成でなんかリメイクしてるの。なんか3回くらいやってますよね。あ、そうなんだ。あ、じゃあそのリメイクしてやってる期間の子供たちは知ってるんだよね、きっと。かもしれない。私長い間、小学校、幼稚園の時から小学校3年生ぐらいまで怖い夢を、同じ夢を毎回見てて、その夢がおばきゅうがお風呂の水と一緒に排水溝で流される夢をずっと見てて、それで毎回おばきゅうが流されんの、おばきゅうが流されちゃうの。一緒にお風呂入ってるんだけど、水がなんか流れてって、おばきゅうもヒューンっていなくなって、その夢がすごい子供ながらに怖くって、その夢見るといつもお母さんって言って。かけた？いやー、なんか違うな。なんか違う。果てしなく違う。これね、私ね、私今までで最高傑作かもしれない。ちょっと限りなくふなっしーに近い。ちょっと待って。目が違う。なんか口はさ、かけたんだけど、目がね、違うんだよな。はい、じゃああと30秒で書いてね。はい、二度ちゃんがなんか意外とちゃんと描いてるんだよね。うん。結構こだわりの人たち。すごい左右で分かれてる。ささっと描くタイプとか。よし。オッケー。じゃあ、せーので出そうか。はい。せーので出す。せーの？どうしようかな。ちょっとじゃあ本人、言い出しっぺの本人から出してもらおうか。あさみんのふなっしー。じゃじゃん。じゃじゃん。お？あ、かわいいじゃん。そんな感じ、バキューまでいる。おー、いいね。相当違うな。オチは豆さんって書いてあるけど、オチは多分ね、ジュンジュンさんの方がいいと思うんだよね。じゃあ2番目は、ギダちゃんかな。
じゃじゃん、はい、うわなんかムックっぽいね、うん、ちょっと光ってるかな、見えない、なんかさ、昔なんだけどさ、ロボコンっていうさ、あやつ、うん、あれに似てる、うまいうまいってで、うまいうまいってオーバーオール着てたイメージがあって、全く違ったね、オーバーオール豆さん、結構これ、結構いけてるよ、今回、どれどれ、じゃじゃん、ほらこれ結構いけてない、結構いけてるんだけどな、今のところ一切リアクション返ってない結構いけてるんだけど、ラグあるから、ほらラグ今、もうね、そろそろね、絶賛だよ、うーんだよね、うーんだよね、まあ、じゃあ、うちはジュンジュンさん、ぽよちゃんびっくりしてる、ほら、掴んでるって、ほらね、ほらね、みんな私の画力を知ってるからさ、知ってる人はびっくりするよ、こんなうまいふなしを描くなんてあ、でもね、ふなしって言われないとわかんない、はい、じゃあそのジュンジュンさんの絵を、はい、じゃじゃん、ちょっといい、なんか、ね、アップアップ、うん、え、なに怖い、ガチャピンやん怖い怖い、ね、ガチャピンとね、区別がつかなくなったんだけど、ガチャピンじゃない怖くない、なんかあのさ、なんかよくさ、昔流行ったじゃん、小学校ぐらいの時にさ、あのガラスとかにこうやってぶつけるさ、なんかベチャってくっつく、ベチャってくっつ、人間とかの形しててベチャってくっついて、ペタンペタンって落ちてくるやつあれ怖くない、知らない、ほら世代世代、うっそ、知らない知らない、流行ったよね、小学校の時ね、流行ってはなかった、え、なんていうのそういう名前、なんかスライムってわかる、あスライムは知ってるけど、いや、うんとね、スライムのね、人間の形とかしてちょっと固めなの、スライムより、あーそれ知らない、それをガラスとかにペチャンってくっつけると人間がピシャってなって、なんかちょっとなんかこう剥がれてきて、ペタン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 って下がってくる、あるある、うん、こうひっくり返りながら、そう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 、うん、おー、うん、それに似てる、知らない、ほらなんかあれなのかな、私の世代しか知らないのかな、へー、あ、大友さんも知らない、うん、流行ってたもん、私も知らない、え、子供の頃何流行ってました、子供の頃、うん、ルービックキューブとか、あー、あ、うん、うん、あと何が流行ってたろう、あの、なめ猫、あ、なめ猫、だんだん子世代が、うん、え、ギダちゃんは小学校の時何流行ってたのミニ四駆、あー、流行ってた、あ、なるほどね、バリバリミニ四駆、私、チョロキューだな、チョロキュー、チョロキュー、ああ、まああったね、チョロキュー、後ろに引っ張って、うん、そう、チョロキュー派だったな、うん、うん、ロビンちゃん、ロビンちゃん、ロビンちゃんわかんない、ロビンちゃん、あの、島田加穂さんが、うん、あの、子役、まあ子役か、うん、で、やったあのバレリーナのロボット、うん、あの、ロボコンに出てたの、うん、知らない、あ、いい、知らないね、知らないね、うん、まあ、後でネットで検索してみて、してみよう、うん、あ、これこれこれ、ミスターなんとかってやつ、なんとかわかんないけど、ミスターなんとかっていう名前なの、その鏡じゃないや、ガラスにぶつけて遊ぶやつ、へぇ、そう、それそれ、知らない、宇宙人だよ、ロビンちゃん、宇宙人、へぇ、あれ、なんかあだ名の話全然なんかみんな考えてくれてないみたいだけど、うん、どうしたのかな、幽霊王子、幽霊王子になっちゃうけどな、幽霊王子が来てない、幽霊王子、幽霊王子になっちゃうけどな、なっちゃう、なんかアサミに可愛いあだ名をつけてあげてほしいな、欲しいな絶賛募集中、アサミ募集中ください、え、なにジュンジュンさんのあだ名、下町の原節子、あ、なんかすげえいいこと言われてる、なんかすごいハードル高、うん、だけど下町なんだね、へ、え、ー、うん、え、じゃあ私もなんかそういうので言ったらなんかそういうのがいいじゃん、うん、山口の何々とかさ、うん、あー、いいね、うん、例えるとなんだろう、あ、じゃあ北海道のうんちゃらとかさ、そう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 、うん、なんだろう、何がいいかな、何がいいかな、オードリーヘップバーン、シーン、超ハードル上げたな、そのままじゃちょっと下あ、すごいかっこいい、やばい、かっこいいの来た、かっこいいね、ありがとうございます、シャーミン、やったー、あ、そういえばさ、うん、ちょっと似てるかも、シホミエツコ、初めて言われました、ちょっとちょっとちょっ と, ょっとあのアクション派だしさ、あ、そうそうそうね、うん、アサミンはアクションできますからね、そうそうそう、アクション女優なのでね、運動できないアクションマンでーすそうなんだよね、うん、そうそう、美人だの人だ、美人だ、うん、すごい、
すごい。よく覚えていらっしゃる。じゃあ それになっちゃう。それになっちゃうかな。ギドちゃんは王子でいいの？油淋鶏王子。油淋鶏王子。油淋鶏王子。スイーツ王子でもいい。あ、スイーツ王子ね。もう私が王子の格好させてしまったために。しかもね。裏ねホチキスぐらい言うなんて、まあね、見えないところがね、見えないところ、私の適当な性格が出てますね。見えるところ。明日からダイエット王子。そうね、明日から頑張る。明日から頑張る。うん、明日から、いつも明日から、ダイエット明日からでもなんか私すごい高校の時にすごい、私はさっきも言ったけどすごい神経質だから、すごいいろんなことがなんか嫌になっちゃって、高校の時の担任の先生に、うん、私生きてくの嫌なんです、疲れましたって言ったことがあって、いや別にそんな、違う、そんな鬱とかじゃないよ、もう疲れたって言って、まあ明るい感じでね、そしたらね、あのね、そういう時はね、あの今日できることは明日やろうって思って毎日生きとけば大丈夫よって言われてる。ああ、まあでもそうそうそう、ある意味名言だね。それから私はそうなんだと思って、いまだに今日できることは明日やろうと思ってずっと生きてきてる。十何年間ずっと、あの時の先生の言葉を胸に。なんか来てる、うん、悲しい時ダイエットするのがいつも明日からという時、恵庭の太宰治。なんで太宰治なの？恵庭は私、恵庭は私だけど明日やろうはバカ野郎、これもね、有名だよ。そういう言葉、うん、ありますね、うん。ダサイオサムかっこいい。ダサイオサムかっこいい ね。ただ私ダサイオサムそんなに読んでないな。それでメロス？メロスとかしか分かんない。人間失格、グッドバイ、リオンの妻、グッドバイ、うん、うん、そのぐらいしか分かんない。生きててごめんなさい。あ、そういうことか、そういうことか。生きててごめんなさい。うん、ダイエット失格。いいじゃない、それいいじゃん、それいいじゃん。ダイエット失格、ダイエット失格、王子からの転落、すごい。ガンガン転落してってる。ダイエット失格。やばー、あー、ダイエット難しいな、うん、食べちゃうからな。食べちゃいます、ね、食べちゃうよね。あると食べちゃうから、うん、あると食べちゃう、食べちゃう、食べちゃう、うん、いやでもほんと一人暮らしするとさ、誰も見てないからさ、ほんとに好きに生きちゃうよね。そう、夜中とかも平気で食べちゃったりとかするよね。うん、なんか親って大事だなと思う。大事だな。王子様、卵様、卵大好きだね。卵様、卵いいよね。私卵一日結構食べる。卵料理大好きだから。へ、卵、卵料理で一番好きなのって何？卵かけご飯。あ、 TKG、 オムライス。あー好き。親子丼、カツ丼、うん、あと何卵料理って、スクランブルエッグ。あ、スクランブルエッグ、卵焼き、卵焼き、目玉焼き、温泉卵、温泉卵、温泉卵、うん、絞れない、うずらの卵。なんだろうね、でもあ、プレーンオムレツいいね。あ、美味しい美味しい。え、あとなんだろう、卵料理、やっぱラーメンに入ってる煮卵。あ、煮卵、あ、いいね、美味しいね。好き。カルボナーラ、いいね。あ、作る作る、家で作る、美味しい。え、うん、あれ作れます？うん、もう生クリーム使って。というわけで、まあそんな話が続いてますけれども、そろそろお時間なんですよね。はい、じゃあ、はい、この話の続きはツイッターであげますので。お腹空いてきたね。お腹空いてきましたね。じゃあちょっとね、何のあだ名に決まったかは後でツイートしますので、ぜひチェックお願いします。というわけで、皆さん今日もありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。